自動車、スーパーカージル 112C。1960年代のスーパーカーフェラーリ 512BB。1970年代のスーパーカーランボルギーニカウンタック。1970年代のスーパーカーロータスエスプリエス2。1970年代のスーパーカールフ CT-R。1980年代のスーパーカーホンダ NSX タイプ R。 1990年代のスーパーカーマクラーレン会1、11990年代のスーパーカーアッパガーニゾンダ会、2000年代のスーパーカーブガッティベイロン2000年代のスーパーカーマルシャビーシリーズ2000年代のスーパーカーレクサスルファ2010年代のスーパーカースパイカー C8 プレディエーター2010年代のスーパーカーニオ EP9 2010年代のスーパーカーリマック C22020 年代のスーパーカーケーニングセグジェスコ2020年代のスーパーカーヤマハオックス99から11ミツオカオロチスーパーカーとは自動車の一種である定義などは各種団体で異なるエグゾティックカーとも呼ばれるスーパーカーの定義は様々である工事園では高出力、高性能で 特徴的なデザインのスポーツカーと説明している。大次線では、性能、美しさ、装備の良さ、価格などで波の自動車を超えた車、スポーツカーの中でも特に大型、強力で手作りに近いもの、と説明している。一般社団法人日本スーパーカー協会では、特別な定義はない。以上の説明からわかるように、スーパーカーは、 スポーツカーの一種であり、価格が非常に高額で、性能が並外れて優れ、デザインが特徴的あるいは美しいもの、というということになる。価格、出力、走行性能、デザインなどによって、一般のスポーツカーと差別化されているわけである。なお、あくまでスポーツカーの一種なので、たとえ高出力、高額、特徴的なデザインであっても、リムジンなどは、 スーパーカーには該当しない。これは、ロールスロイスのクーペも同様である。もともと、カーという言葉の前に、スーパーという漠然とした形容詞をつけただけの用語なので、本来的な意味内容は漠然としており、それが指し示す範囲は、ある意味で曖昧で、何が、スーパーカーで、何が、スーパーカーでないか、専門家や、円数ジアストなどの間でも議論になることがある。 スーパーカーとそうでない車の間の線引きが明確にあるわけではない。また、メーカー自身がスーパーカーを自称することも稀である。時代とともに指し示す範囲は変化し、ある出力の大きさ、運動性能、気候、装備などがある時点では、波外れていて、スーパースーパーであっても、しばらくするうちに、それが一般化し、大衆車でも装備されることもあり。 スーパーではなくなる場合もある。その多くがエンジンを優先した設計、全体構造になっている。エンジンが優先される分、荷物を積むラゲッジスペースは極めて小さいか存在しないのが一般的である。座席数も2つしかないものが一般的であるが、サベージ・ギバーレ・ロードヨット GTS のような4、シーターも存在する。 高価な部品を使い完成者として販売価格が高価格になることが分かっているので売れる台数は少ないと予想され少量生産となり大量生産用のライン生産方式で製造するわけにはいかず結果として手作りの工程が多くなり工数が増えるはじめから少量生産体制を選び量産効果が出ないので結果的に現代のありふれた 工業製品と比べて極端に高価格になるという因果関係にもなっている。逆に、ライン生産方式ではコスト的に難しい特別使用者を多数設定することが可能なため、パガーにアウトモビリのように顧客の要望に合わせたワンオフモデルを受け付けているメーカーもある。量産される一般的なスポーツカーに比べ、生産台数は極端に少なく、少ない場合には、 数台程度数百台、多いものでも数千台程度で、例外的に多いものでも数万台である。例えば、フェラーリで2012年度で7000台ほどである。メーカーが意図的に希少性を出すために生産台数を制限している車種もある。フェラーリは、スポーツ性能よりも実用性重視の4人乗り GT カーも製造しており、ランボルギーにも SUV もと、 スーパースポーツカー以外も製造しているメーカーであり、年間数千台規模で生産している。一方で大量生産される一般的な乗用車と少量生産のスーパーカーを両方製造している自動車メーカーもある。この場合のスーパーカーはメーカーのフラッグシップとしてイメージリーダー的な役割を負い、その時代の最新技術が惜しみなく投入されていることが一般的である。 例を挙げると、BMW、ホンダなどが挙げられる。フェラーリやマセラティ、ランボルギーニなど、メーカー単位で、フラッグシップ的な役割を担っている場合もある。スーパーカーは、極端な高出力、運動性能、デザインに重点を置いている分、引き換えに乗りやすさ、実用性、経済性、整備のしやすさ、耐久性といった面は考慮されていない場合がある。 スーパーカーのうち、特に性能の突出した車種や1億円に近い販売額のものをハイパーカーと称することもあるが、これもスーパーカー同様定義は曖昧なものになっている。スーパーカーは、階級制度によって育まれてきたヨーロッパの産物の一つでもある。金に糸目をつけず特別なものを欲しがる、上流階級と、そういった需要に応えてま暇をかけて一品製作に、 近い形で高級品を製作する職人集団という構図が古くからあり、スーパーカーに限らず特殊なものが生み出されてきた。現代においては、ヨーロッパの階級制度以上に、オイルマネーを牛耳るアラブの富裕層なども大きな顧客層となっており、世界中に目を向ければ、珍しいものを欲しがる金持ちは相当数いるため、商売の対象はそれなりにある。少量生産ゆえ、 新車購入時の価格と手放す時の価格を比較すると、一般車に比べて下がりにくいという性質があり、一種の安定資産と考える人もいる。最近では、日本円にして1億円超という限定生産者が発売され、すぐに完売するという現象が続いているが、購入目的の多くは走るためではなく、後々プレミアムがつくことを目論んだ陶器だという意見もある。 スーパーカーのような超高級車はごく少数の顧客に向けて少量だけ製作されるためメーカーの経営は常に不安定になりやすい。世界の政治経済の民主化が進み、大衆車の大量生産が自動車ビジネスの主流となった第二次世界大戦後は特にその傾向が強く、馬車時代からの多くの名門コーチビルダーやブランドが存続の危機に立たされ実際に消えていった。 その後も、イタリアのフェラーリが、1970年代に、同国随一の大衆車メーカーであるフィアットの参加に、入り、最古のスーパーカーメーカーといえるマセラティは、様々なオーナーの元を移った挙句に、フェラーリの参加に入って、再生を遂げ、現在は、フィアットの直轄となっている。ランボルギーには、フォルクスワーゲンのアウディ参加に組み入れられ、さらにブガッティも、 オルクスワーゲン参加となった。名門スーパーカーメーカーの名前が途絶えず、より大規模な量産車メーカーによって買収され、ブランドのみが維持される理由は、ブランドにそれだけの価値があるからである。販売数量に波のあるスーパーカーの経営に対して、大量生産販売で生まれた利順を還元させることにより経営は平準化ができる一方、量産メーカーは経営の一環として、 カタログに花を添えるようにブランドを掲げられる上、大量生産ではなし得ない、経営層の夢を、スーパーカーブランドにより実現させることができる。また、イギリスのノーブルオートモーティブなど、新たに起業したり、オランダのスパイカーカーズのようにかつてのブランド券を購入して、スーパーカード製造を行う振興の専門メーカーも、現れている。グループ GT3 のような大廃棄量、 GT カーをスーパーカーと呼称することがあり、日本ではアマチュア向けの GT レースであるスーパーカーレースシリーズが開催されている。オーストラリアではスーパーカーチャンピオンシップというレースが最高峰カテゴリーとして存在する。また世界ラリークロス選手権やグローバルラリークロスの最高クラスはスーパーカークラスと呼ばれ、マシン名にもスーパーカーと名付けられることが多いが、 これらはいずれも中価格帯以下のツーリングカーを改造したものであり、一般的に想像されるスーパーカーは全く関係がない。日本ではかつて1976年頃から1978年頃にかけて池澤里氏の漫画サーキットの狼などの影響でスーパーカーの爆発的なブームが起きた。スーパーカーは一般大衆には購入が困難なことから 特に自動車が好きな人たちから見ると、羨望の的となった。代表的な存在として君臨したのが、ランボルギーニカウンタックであり、他にも、フェラーリ 512BB、ポルシェターボ、ロータスヨーロッパ、ランチアストラトスなどが特に人気のあった車種である。当時のブームにおいて知名度を得た、スーパーカー群は、21世紀初頭の現在でも、根強い人気がある。 ブーム当時の日本では、車の購買層ではない天然冷層へのプロモーションとして、コカ・コーラ、ファンタ等の清涼飲料水の王冠の裏に車が描かれていたり、カード型の書籍やプラモデル、ミニカー、ラジコンが数多く発売された。その中で、とりわけ人気を誇ったのが、スーパーカー消しゴムと呼ばれる塩化ビニール製のミニチュアで、消しゴムという商品名ゆへ学校に持ち込んで遊ぶ。 小学生も多くいた。スーパーカーブームにより、自動車に関する情報が低年齢層に浸透することとなり、並行する形で、モータースポーツに対するブームも巻き起こった。テレビでもブームに当て込んだ番組が制作された。スーパーカーに関するクイズ番組、対決。スーパーカークイズのほか、テレビアニメでは1976年のマシンハヤブサを先駆けとして、 1977年に、なると、飛び出せ。マシン飛流、超スーパーカー合体が、激走、ルーベンカイザー、アローエンブレムグランプリの高が放映された。これらは、スーパーカーブームと海一ブームの相乗効果だったと、見られる。ブームは、異常な加熱を見せ、全国各地において、スーパーカーの展示会が行われた。1977年春に、東京、 ハルミで行われたサンスタースーパーカーコレクション77などのスーパーカーショーではスーパーカーの写真撮影をしたいとカメラを持った少年たちが長蛇の列を作り新聞などの一般マスコミで社会現象として大きく取り上げられた同年7月には同じくハルミでラカロッツエリアイタリアーナ77というイベントが開催されている一般的な自動車雑誌もこぞって スーパーカー特集を組み、関連した書籍や写真集に加え、スーパーカーの排気音だけを収録したレコードも登場した。街にスーパーカーが止まっていると人だかりができ、通行に支障が出るほどだった。少年たちからライト出して、などと促され、運転しているオーナーが苦笑しながらリトラクタブル、ヘッドライトを作動させたり、少年たちが写真撮影を終えるまで停車して待つ。 という場面も見受けられた。またスーパーカーのエンブレムを窃盗するなど悪質な行為を行うマニアも現れた。1978年には鈴鹿サーキットでスーパーカーレースの選手権まで開かれるようになった。この時期の日本には多数の欧州製、スーパーカーが輸入されたが、コーンズやロイヤルモータース、シーサイドモーターや、 三ツは自動車などの正規輸入代理店経由の輸入は割当て台数が限られることから中古車を中心に扱う並行輸入業者がその旺盛な需要を満たした。その一方、国産車はオイルショックに伴う排ガス規制対策に追われスポーツモデルをほとんど登場させていなかったがブーム末期には日本のドームマイナス例も人気を誇った。 ブームは1978年頃には沈静化し、カメラ少年たちの興味は、ブルートレインなどに向かったと言われる。スーパーカーの正規輸入代理店、並行輸入業者及びミニカーを発売していた、玩具メーカーの中には、ブームの急速な沈静化が原因で倒産した会社も存在する。紙切り芸の2代目、林家将楽が、徹子の部屋に出演した際、 これまで苦労したことは何かと聞かれて、スーパーカーブームの頃は大変だった。寄せに来た子供さんから、スーパーカーを切ってくれというリクエストが多く、スーパーカーの名前と形を必死になって覚える。必要があったからと実感したエピソードが残っている。1970年代のスーパーカーブームから10年ほど、たった1980年代以末、日本は空前のバブル景気に突入する。 バブルで大金を手にした層がスーパーカーに手を出し始めたため、この時期の日本も一種のスーパーカーブームだったと言える。東京都心などでは、ポルシェは日常の光景の一部で、フェラーリでさえ特に珍しい存在ではなかった。フェラーリ回40やポルシェ959など、億単位の価格のスーパーカーが多数輸入され、 さらにプレミアム価格で転売されるなど異常な状況が続いた。こうしたブームもバブルが崩壊した1990年代に入ると一気に冷えていく。さらに近年の株バブルとも言えるアメリカの後継期、欧州のポンド高、ユーロ高、中国や東南アジア各国の経済急成長などにより日本に大量に輸入されたスーパーカーの海外への流出が依然として続いている。 バブル崩壊後は、スーパーカーは、金持ちの、単なるステータスではなく、車好き、カーマニアが所有するものとなっている。富裕層ではない単なる庶民のカーマニアであっても、スーパーカーを所有する例が見られるのは、日本だけである。これは、ある程度の年数が経った中古車であれば、スーパーカーはさほど市場価格が下がらないため、後に転売することを見越して、短期間の所有を前提として、 中古のスーパーカーを購入するのである。これには日本の治安の良さから防犯にそれほどコストをかけなくても良いという事情もある。自動車評論家清水草一のフェラーリがローンで買えるのは日本だけという言葉には日本の国情とスーパーカーの馴染み方がよく表されている。過去にスーパーカーを目指して開発された日本車としては他にドームマイナスレイ ヤマハオックス99から11、ジオットキャスピットなどがあるが、これらは、開発が中途で頓挫し、販売までは至っていない。また、ビマック、トミーカイラダブルゼータ、ASL ガランヤ、ミツオカ、オロチ、オーテックザガートステルビオなどといった少量、生産スポーツカーを、スーパーカーの範疇に入れるかどうかも、人によって意見が分かれる。ありがとうございます。